アトリエシリーズ黄昏シリーズエスカ・アンドロジーのアトリエ黄昏の空の錬金術師エスカ・アンドロジーのアトリエ黄昏の空の錬金術師はガストより2013年6月27日に発売されたプレイステーション3用ゲームソフトアトリエシリーズの第15作目であり黄昏シリーズの2作目 2012年に発売されたアーシャのアトリエたそがれの第一の錬金術師の正当な続編にあたる作品。本作は PS3 用アトリエシリーズ初のダブル主人公であり、男女のいずれかを選択することができる。選んだ方の主人公の視点から物語が展開されていく。 プレイステーションビータ版専用ソフト、エスカロジーのアトリエプラス黄昏の空の錬金術師は2015年1月22日に発売された。2014年にテレビアニメ版が放送された。この他にも、ソフィーのアトリエにはロジーが、フィリスのアトリエにはエスカとロジーがスターシステムにより共にゲスト出演するなど、多方面への派生がある。以下に、主な変更点。 追加点を記載する。シリーズお馴染みのアイテム作成システム。前作同様、素材ごとに品質や特性の異などがないリズメスタイルだが、分解が加わったので、ランダム要素も追加されている。潜在能力や特性、調合スキルの使用が改められ、比較的調整がしやすくなった。一方で非常にタイトな属性地帯を狙わないと、 強力な効果が得られないものもたまにあったりする。また、各装備品に割り当てられたカテゴリーが多岐にわたるようになっており、これらを素材にしやすくなっている。本作は、ロロナのアトリエにあった、錬金術師である、主人公も攻撃スキルを使えるシステムが復活している。以下、主な特徴を述べる。このシステムの実装に伴い、今作以降は、 従来のシリーズまでの仲間の待機先に出向き、そこで仲間を入れ替えるという作業は行う必要がなくなった。ちなみに、未到遺跡をクリアできないまま終了時期を迎えた場合は、バッドエンドのような映像が流れるが、前作と違い、今作は、トトリのアトリエ同様、ラスボスを倒さなくても一部のエンディングは見られるように設計されているため、満たしてさえいれば、 エンディングを選択可能である。電撃魔王2013年12月号より2015年1月号まで連載。作画は、安倍の茶子。2014年3月27日。発売 ISBN978 から4から04から866400から42015年1月27日。 発売 ISBN978 から4から04から866,989から42014年4月より6月まで放送された。アトリエシリーズでは、初のアニメ化。アニメーション制作は、金色モザイクのスタジオ5組、監督は、ミスモノクローム、ザ・アニメーションマイナス、探偵オペラミルキーホームズ・オルターナティブ 1&2 でも監督を務めた。 岩崎義明がそれぞれ担当する。極力、原作や前作を知らなくても楽しめるように制作されている。原作のストーリーを下敷きにしつつ、原作とは異なる目線からストーリーを追っており、アニメオリジナルのエピソードもある。第8話までは、コルセートでのドタバタコメディ、第9話以降は、未踏遺跡をめぐる連続ドラマという構成。原作は、マルチエンディング形式であるが、 アニメ版のエンディングは原作の通常エンドに近い形となり、そこから先の解釈は視聴者に任せられている。原作及びアニメはエスカとロジーの二人が主人公だが、アニメのターゲットを考慮した結果として、アニメ版ではエスカ視点として描かれている。アトリエシリーズのアニメ化プロジェクトは始まりから放送まで2年以上を要した。 現在継続中のシリーズを盛り上げていく役割を担ってもらうという考えからエスカ・アンドロジーのアトリエがアニメ化され、結果的にアニメ版は前作の移植版アーシャのアトリエプラスと次回作シャリーのアトリエの橋渡しをするような形となっている。11話ではニオの回想だがアーシャが登場し、最終話なしでは1カットのみシャリーのアトリエの主人公たちが登場する。 エスカアンドロジーのアトリエプラス黄昏の空の錬金術師に関するカテゴリー。ありがとうございます。